愛がの意志あわはいどうも愛がの意志あわ始まりました。始まりました第1回目でございま す、ね、はい、はい、こういったおしゃべり動画をねこれからね定期的に、うん上げていこうかなと。そう、毎日ベースで思っております、ね、できるのが私たち、はい、この愛がの意志あわ with おかみんこというこのタイトルでね、はい、このおかみんこのミルクちゃんとねこの3人で、うん、まあちょっとまあ世間話をしたりですね、うん、それから、まあ、メインのね、うん、この動画の、まあ、裏話とかですね。そう、アイアンド西デュエットのね、そうですね、裏話なんかもね、裏話なんかを発信させてもらったり、うん、あとはね、はい、視聴者の方からの、うん、なんかコメントをね、あ、そうね、質問とかね、質問とか、うん、なんかご要望っていうのはねちょっとごめんなさいっていう場合が多いですけど、そうですね、気づいた点とかですね、うん、そういったものをコメントにしていただきまして、それをまあ次回次回の、うん、まあ、動画で読み上げさせていただいてお答えさせていただくという、うん、まあこれラジオのようなね、本当にラジオのような感覚で、うん、はい、皆さんに楽しんでいただけたらなと思っておりますのでね、はい、そういった企画でこれから始まろうかなっていうところですね。アイアンド西アワー、はい、で私今こんな格好してます、はい、ね、平日、夜にですね、うん、会社から帰ってきましてもう即にこういうおしゃべり動画を撮ろうということなんで、私ね、お酒毎晩飲んでるんです。ですので、まあ、皆様と一緒にお酒を飲みながらっていうかね、うん、まあ、お疲れ様っていう意味で一応乾杯の温度を取らせていただきます、はい、また結婚式みたいな結婚式、はい、ではお疲れ様でした今日一日、はい、お疲れ様です。いい音でございますね。淡麗グリーン、グリーンですね、グリーンラベルですね、うん、はい、じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。コースターが落ちました、ね、はい、はい、まあそういうわけでね、うん、こんな感じでね毎回始めようみたいな、毎回始めようということでね、うん、今日はね、まあとりあえずねそのなんか話題とかそんなことはもう考えておりません、ね、うん、全くもう毎回台本なしで、あ、そうなんですよ、いきなり撮ろうみたいな、ね、うん、そうそうそう、はい、だからね、うん、何を喋ったらいいのかというのがねちょっとよくわからないんですけどまあね、本当にこれからね、まあ、しゃべっていこうというんですけれどもね、皆さんからのねコメントなんかでもね、うん、こんなことしゃべってとかですね、うん、あんなことしゃべってとか、うん、そういったことをねいただけるとねすごく助かります。あ、そうですね、テーマ振っていただいたらね、うん、そうなんですよ、うん、そうですね、うん、私たちのね発想というのも限界がありますんでね、うんうんうん、例えば私なんかはよくラーメン屋行くんでねラーメン屋あるあるみたいなねそんなこと話そうかぐらいしかアイデアが浮かばないのでですのでね、うん、まあ愛ちゃんは愛ちゃんでね、なんか喋りたいことってあるんかな。まあ1回目やから自己紹介しようかなとか思ってたんですけどね、うん、あ、自己紹介ね、うんうんうん、だってこのアイアンド西アワーが初めてっていう方もいらっしゃるから、うんうん、そのデュエットの方知らんっていう ね、うんうんうん、方もいらっしゃるかと思うんで、うんうん、はい、まあ、改めて自己紹介かなと思って、はい、自己紹介じゃあしましょうか。いいんですか、してはい、というわけで、愛です。西です。アイアンド西です。あ、西ですが入ってきた。私愛ですでもう自己紹介始めるつもりでいたんですけど。すいません。はい、愛です。はい、はい、昭和53年生まれの45歳。はい、あら、年齢言っちゃうんですか。はい、はい、45歳なんでございますけれども、ですね、趣味は編み物。編み物とかの手芸関係が好きなのと、うんうん、そうですね、うん、あとはね結構メイクが好きで、うん、いろんな海外のコスメなんかをね買い漁ってね、お化粧を日々外に出ないくせにやっております、うん、はい、で得意なことは太ること、うん、で苦手なことは痩せること。あ、得意なことは太ることで、うん、苦手なことはまあ痩せること、うんうん、あとはね、好きな食べ物は、うん、卵です。卵、うん、そんな感じの私なんですけれども、うん、なんていうんですかね、専業主婦の皮をかぶった無職のニートですみたいな、うん、感じですね、はい、これ以上が私の自己紹介でございます。はい、うん、はい、私ニッシーでございます、はい、御年51になります、うん、おっさんでございます私はね昭和46年生まれでですね、うんうん、なんと誕生日はね12月25
25日のそうなのよクリスマスなんですね。これ結構珍しいって皆さん言われてね、うんうん、であなたはねキリストの生まれ変わりなんですかなんてね、うんうん、言われるんですよね、はい、キリストの生まれ変わりですか、キリストの生まれ変わりですかってよく言われるので、うん、私はイエスって答えるようにしております。I am wishing あーわね、結構ねこれね受ける受けないがはっきりしてますんでね、うんうん、受ける人には面白いんですけど、ああす受けない人には全くはあっていう感じ、うん、そうですね、まあそんな感じ、はい、まあ親父ゲームです、はい、で私はね、まあ、51歳、まあ、会社員やっておりますんでね、うん、こんな格好しております、うんうん、まあ営業畑でずっと来ましたんですけど、ね、ああそうですね、うんやっております、うん、はい、でね、大学時代にですね、まあ、合唱部というものにね入りまして、うん、そこでちょっと指揮者の経験がありましてね、うん、まあ音楽の方に、まあ、どっぷり、うん時間を費やすことができましたよね、はいはいはい、それがまあ高じて趣味になり、ずっと今現在まで至るということですよね、はい、なるほど、うん、で私ってその前はねミュージカルなんて歌ったことも聞いたこともなかったんですけども、はいはいはい、愛子さんと出会ってから、まあ、ミュージカルのね愛子さん、うん、おいいですよ愛ちゃんとね出会ってからね、ミュージカルの造形が深いですからね、うんうん、彼女が、まあ、これをしようあれをしようこんなん聞いてとかですねいろいろね教えてくれるんで、まあ、一からそうやって覚えていってで、うん、歌うようにできるようになったっていう感じでね、うん、まあもともとやっぱりねオペラとかそういったもののね、うん、舞台も踏んでますんで、まあ、そうそうアマチュアですよ全然プロじゃないんですけどね、うんうん、だからまあそういった舞台舞台の歌っていうんですかね、うん、そういったものに関してはそれなりにまあ経験はあるかなというところでね。なるほど、うん、ですので、まあ、アイアンドニッシーデュエットのメインチャンネルの方ですね、うん、そちらの方ではいろんなミュージカルのね動画をまあ歌わせていただいてるっていう感じですかね、はいはい、うん、まあこれが簡単な私ニッシーの自己紹介でございます。私のと全然テイスト違う自己紹介でしたね。で、オカミンコのミルクちゃんの自己紹介。ああ、そうですね、うん、ミルクちゃんは、2020年4月生まれ。そうですね、今だから3歳半ですね、うん、はい、オカメインコで男の子です、うん、男の子です、男の子です、うん、でね、ホワイトフェイスっていう種類になってまして、うん、いわゆる普通のオカメインコって、まあ、黄色いお顔にオレンジ色のほっぺたがある子っていうのがまあ割と一般的というかなんですけれども、この子はちょっとあの変わった品種でして、あの本当にこのチークパッチもない、あの文字通り真っ白なお顔っていうね、ホワイトフェイスっていう種類。はい、そうですよね、おしゃべりとお歌が大好き、うん、そうですね、歌とおしゃべりが大好き、ね、はい、甘えん坊さん、ものすごい甘えん坊です。めっちゃ甘えん坊ですね。めっちゃ甘えん坊。私ね、うん、あの以前にオカミンコ飼ってたんです、うんうんうん、で私が幼少期の頃からね、うん、25年行きましたね、うんうん、オカミンコ、ね、うん、飼ってたんですけれどもね、うん、その時のオカミンコ奈々ちゃんという名前のねオカミンコと、うんうん、今ミルクちゃん比較してみてもね全然ミルクちゃんの方が甘えん坊です、うんうん、だから家を留守にするっていうことがなかなかできない、ね、できないですね、できないできない、大体、うん、なんとなくね私たちはまあミルクちゃんバイバイねって言って、うん、お留守番してもらう時間っていうのタイムリミットっていうのがね、そう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 、まあ大体4時間、4時間っていう、うん、4時間超えるともう狂い出しますんでね、そうそうそうなんですよ、うん、だから、まあ、西は仕事行ってますけれども、そう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 、私はもう本当極力家を出るときは4時間以内には帰ってくるみたいな感覚で、うん、まあちょっとミルクちゃん中心の生活っちゃ生活なんですけど、そうそうそう、まあ、基本引きこもりなんで先ほども言いましたけれども、うん、まあ願ったりかなったりみたいなところでそんなミルクちゃんとの生活そうですね、ということもしてますね、はい、うん、もうこの子3歳、人間のね年齢でいうとなんか9歳ぐらいかなになるのかな、まあそうでしょうね、大体なんか3倍するといいとか言うもんね、あ、そうなんですかね、うん、9歳、まあ小学校3年生ぐらいのね、うん、もうワンパク坊主ですもんね、うん、いろんなことに興味があってね、うん、ゆるきちゃんここほら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 っていう感じでね、うん、まあね、こういう感じでアイ&ニッシー、そしてミルクちゃんということで3人でね、うん、この動画ちょっと送らせていただこうかなって思ってますので ね、 そうですね、はい、うん、またいろいろコメントの方をねいただけたらなと思っております、はい、はい、そうですね、はい、そんな感じでまた、はい、明日もね、はい、懲りずにアップしますから ね、 そうですね、はい、うん、よかったら聞きに来てください、もう気軽に聞いてください、はい、はい、
よろしくお願いいたします。はい、というわけで終わりましょうか。はい、終わりましょうか。はい、では、はい、バイバイ。バイバイ、おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。